電話が行かなかった人は不合格、電話が行った人は合格になりますんで、明日、連絡いたしますので、って言ったのがジャニーさんです。ほう、あそこにもいたんだ、はい、ジャニーさんがいたんですか、はい、ただローラースケートできるっていう、ジャニーさんから電話をもらって、あ、それもジャニーさんから、はい、できるよ、そう、できんの、いや、できるってやってたもん、小学校の時なんて、さらにして、実家に帰るのが4時ぐらいですかね、朝4時ぐらい、一瞬仮眠みたいに寝て、で、6時半には電車乗って、3回遅刻すると1回休みになっちゃうので、1年生のデビューした年には、残念ながら3日足んなかったんですよ、留年したんです。今改めてね、光源氏の時代っていうのは、山潤さんにとってはどんなものだったと思いますか？そうですね。